ただいまから経済産業委員会を再開いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君ほか9名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。休憩前に引き続き、強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。委員長。